はい、皆さんどうもこんにちは、小山田亮です。ですね、前回の動画ではサッカースパイクについての紹介をしたと思うんですけれども、今回はわーということでですね、僕が使っているサッカーソックスとかマッサージ用品とかについて話していきたいと思います。ではまずサッカーソックスの方から紹介していきたいと思いますので、高校に出していきたいと思います。ボーン、やべ、ボーンということでですね、こちら1、2、3、3種類のソックスを使い分けていますとですね、基本的には僕はこの5本指のタビオですね、タビオを使っているんですけれども、やっぱりみんな部員の人もタビオ使ってることは多くて、タビオのいいところは、まあ、この5本指に分かれているところで靴下の中で動かないので、まあ、それがいいところなのかなっていうふうに思うのと、やっぱりこの耐久性がいいですね。全然破れないっていうのは結構普通のソックスよりかは長持ちする理由かなっていうふうに思います。あと後ろにこのグリップがついてるっていうのも、この靴と靴下が滑らない感じになるので、それはタビオのいいところかなっていうふうに思います。あと値段がとにかく安い。こちらだいたい2000円か2500円ぐらいで手に入るので、結構普通のソックスを何回も破れて使うよりかは安く買えるかなっていうふうに思います。続いてはこちら、ドン。あんま知られてないと思うんですけれども、リアラインソックスっていうですね、リアラインという会社があるんですけれども、そこから出ている靴下なんですけれども、こちらですね、とにかく捻挫がしにくいサッカーソックスとなっています。こんな感じで、で形状はこれは5本指じゃなくて旅型ですね、1と4で分かれてるっていう感じで、まあ、こちらもこういうグリップはついてるんですけれども、なんといってもこの靴下の硬さですかね、このとにかく頑丈で、ここだけすごい柔らかかったり、このかかとのところもちょっとなんか柔らかかったり、でもここには硬い素材が使われてたりみたいな感じで、とにかくこれは捻挫がしにくいソックスとなっていて、と僕はですね結構捻挫癖があるので、このソックス結構履くのも時間かかって、もうマジ履くのに30秒くらいかかって、もうゆっくりグワーって上げないと履けないぐらいきつくなってて、こちらですね、メーカーの公式サイトでも運動時間の3時間しか着用しないでくださいってことが書かれてるぐらい、しっかり圧迫されるソックスになっていて、捻挫がしにくいっていうことはやっぱり普段の練習からでも安心感があるので、こちらのソックスも非常に愛用しています。続いてはこちらですね、こちら皆さんやっぱり見覚えあるというか、みんな一度は見たことがあると思うんですけれども、トゥルーソックスですね。このトゥルーソックスなんですけれども、こちらまだ1回も履いてないものとなります。こちらはですね、値段が5000円ほどで、すいません、さっきのリアラインソックス値段言い忘れてました。あれはだいたい4000円ぐらいで一足買うことができます。こちらのトゥルーソックスは特徴的なのがやっぱりこの滑り止めですよね。これこっちにもこういう感じで外側と内側にも滑り止めがついてて、でこのソックスは結構高いので、靴下に5000円ってありえない、ありえないんですけれども、それぐらいやっぱ価値があるものというか、僕はこれ試合の時しか履かないんですけれども、やっぱ試合の時はこれやっぱ滑らなくて非常にパワーが出るんですよね。やっぱり滑らないっていうのはなんか最近サッカーの業界の中でもすごい話題になってるんですけれども、練習の時からこういう滑らないってなってると、やっぱり足にかかる負担とかはいろいろあるんですけれども、やっぱ試合になるとやっぱりその疲労がとかどうこうではなくて、やっぱり滑らないで一瞬のところの勝負って感じになってくるんで、大事な試合とかこれを履いてパワーを借りています。続いてあれが下に履くソックスなんですけれども、こちらがですね、僕の愛用しているカッパの切れてるソックスですね。先ほどのをこう履いて、これをここにこう履くっていうイメージになるんですけれども、こちらはですね、カッパの市販で売ってるものになるんですけれども、これ1600円ぐらいで買ったんですけれども、こちらですね、ここがもう自分で切ったわけじゃないので、しっかり糸がこう補修されてるというか縫われていて、こういう伸縮性がある感じになっていて、履くとですね、ここがギュッと締め付けられて、これを練習の時にはつけて、ここにレガース入れてもここが緩くないので落ちないので、
これを履いて練習しています。続いてケア用品ですね。こちら僕の愛用しているゴルフボールと、これですね、これローラーですね。まあこれは背中をほぐしたりとか、まあこれどこにでも使える優れものですね。こいつはしっかりといろんなところほぐしてくれるので僕の相棒になっています。でもう一つですね、ここで僕が一番愛用しているケアグッズがこちらです。ドーンということでですね、こちらがコンプレフロスという名前なんですけれども、こちらは僕がコンサドーレのユースに所属している際に僕がですね一回肉離れを経験しまして、その時にめっちゃしっかりリハビリしたんですけれども、なぜか復帰してすぐにまた再発をしてしまって、その時にトレーナーさんが僕に使用してくれたグッズなんですけれども、こちらですね、まさかの肉離れを直してくれるという優れもので、まあ、肉離れだけじゃないんですけれども、こちら足首の捻挫とか、なんかこうもう肩とか、僕は肩もちょっと弱いんですけれども、肩のリハビリに使ったり、僕あと股関節が硬いんですけれども、股関節の柔らかさを取り戻してくれたりとか、いろんなものに使えるチューブになってます。これ使い方としては、これをもうぐる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 って痛いところにぐるぐる巻きに巻くんですよね。詳しい巻き方とかは、こちらのコンプレフロスのサイトとかに書いてあると思うんですけれども、まあ 50% ぐらいのテンション、この張り具合ですね。で、半分以上重ねてぐる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 巻いていって、3分間以内ですかね、確か。3分間以内にいろんなしゃがんだりとかストレッチとかいろんな動作をして、これを最後に外して、もう一回動いたりすると、なんかもう血流がグワーンいくんですよね。これで最初血流が多分止まって、いろいろ動かして離してギュンって行かせることで多分治すみたいな、多分理論だと思うんですけれども、こちら疲労回復にも使えるので、僕はハーフタイムの間にふくらはぎとか太ももに巻いたりすることで疲労回復したりとか、もうとにかくいろんな、もう痛みが出たら僕はこいつを一旦とりあえず試してみるっていう感じで、これをとにかく愛用しています。ゴルフボールも、これは僕はもう腰にとにかく使ってるんですけれども、僕は腰が痛くなると、もうテニスボールとかじゃもう僕の腰の奥の奥にある痛みはほぐれないので、もう僕はゴルフボールで芯の奥の奥まで、この奥の奥まで入り込めるようにゴルフボールを使っています。いろんな道具があると思うんですけれども、やっぱり自分の疲労だったりとか怪我の具合だったりとかっていうのに、やっぱ用途に合ったというか痛みに合ったものを使うことが大事だと思うので、やっぱりサッカー選手は体が資本ですし、やっぱり怪我をしないっていうのはやっぱり一番大事なことだと思うので、疲労を軽減したりとか、こういうのでマッサージしたりとかっていうのがですね、非常に大事になってくると思うので、皆さんもこういうところにはこだわっていってもらいたいなと思います。僕はですね、やっぱりなぜこんなにケアするようになったかというと、高校生の時とか中学生はあんまりなかったと思うんですけど、やっぱり高校生になってからいろんな場所の怪我が増えて、結構自分の中でも怪我が多いなっていうイメージ、周りの人にも持たれてると思うぐらいやっぱり怪我が多かったんですけれども、怪我が多いっていうのは、まあどこかに必ず原因があって、まあ選手のそれぞれのタイプによって怪我するタイプ、怪我しないタイプみたいなのも多分あると思うんですけれども、やっぱりそういう自分がもし怪我するタイプなのであれば、他の人よりもやっぱりケアのところには時間をかけなきゃいけないなというふうに思うし、やっぱり怪我をしてプレーできないっていうのはサッカー選手にとってやっぱり致命傷なので、今後プロサッカー選手を目指していく上では、やっぱり目標としては一回した怪我はもう繰り返さないとか、やっぱりプロ選手っていうところはそういう怪我に対する意識のところもやっぱりプロだと思うので、やっぱり僕はこういうケアに時間をかけるようになりました。皆さんもですね、絶対にやっぱり怪我はしてほしくないというふうに思うので、まあ、いろんなサッカーソックスとか、このこういうチューブとかですね、いろんなものを、やっぱり今の時代はすごいいろんなものが出てるので、ぜひ自分の弱点とか補えるものを試して、自分がいい状態で万全な状態でサッカーを続けれるようにしていってほしいなっていうふうに思います。では今日の動画も最後までご視聴していただきありがとうございました。ためになったよとか質問があるよっていう人はコメント欄にぜひ書いてください。ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。